ています。特にサロンは世界グランプリの第7戦のユーゴスラビア戦の予選で転倒して怪我をしました。心配されましたが、その回復も早く戻ってきています。一方のペアを組んでいるアレックス・ビエラは84年にホンダフランスに入りました。ルマン、ボルドール、スパフランコルシャンなど耐久レースで圧倒的な強さを見せて、 FIM 耐久シリーズは去年のルマン24時間以来5連勝中という実績を誇りますビエラ、サロンビエラ組が第2位に浮上してきました。川崎さん、はい、まあ、フランスといいますとね、はい、耐久レーサーがたくさん育つところなんですが、これはどうしてだと思います？それもルマンの歴史じゃないですかね。あ、ルマンのね、オートバイ、そしてスポーツカーのそれぞれレースがありますね、毎年ね、6月に。やはりそういう車文化の蓄積があるんでしょうか。ね、メカニックの人も多いですね、フランス人の。なるほど、メカニックの耐久で手慣れてますね、はい、はい、まあ、そういうフランスの国民性もこういう耐久レーサーを育てる背景にはあるのかもしれませんが、まあ、そういえばツール・ド・フランスとか、こう何かこう頑張って走るのがみんな得意のようですね、はい。さあ、トップを走り続けているのは21番のヤマハの平、そして、ローソン組快走しています。後ろに3分30秒以上の差をつけての快走です。さて、今突然この放送席には一人の若手の日本を代表するライダーに育っている、選手が来てくださいました。ヤマハの本間俊彦さんです。こんにちは。こんにちは。250で頑張ってるんですね。そうですね。今回はどうでした？レースですか？あ、はい、これですか、レース、そうですね、結構平さんたちがね、頑張って頑張ってて、先輩がね、はい、かなり興奮します。今日は走ってなくても。そうですね、なんか見てると走りたくなりますね。本間さんも世界グランプリの250で活躍していらっしゃいますよね、はい、そう、去年、はい、去年ね、はい、随分いろいろ話題になりました。今シーズンの本間さんどうなんですか？そう、今年はなんかタイムが出ると転んじゃったり。そうですか、はい、なかなかうまくいかないですか？はい、いってないですね、今年は。さて、放送席はね、はい、本間さん もうお父さんのように慕っているという、はい、川崎さんが座っていますが、はい、川崎さん、何か少しお話を向けてください。そうですね、もうそろそろね、レース、全日本の250も勝ってほしいですね、どうですか、耐久レースは？そうですね、来年ぐらいは出てみたいかな。そうですか、はい、本間さんは今年齢はいくつになりましたか？23です。23歳、はい、いや、今年 の4対6対この鈴鹿のお祭り の全体のシリーズの中でね、はい、青木選手の活躍とか、はい、若手のライダーがずいぶん伸びてきたでしょ？そうです ね、はい、そういう中で本間さんも23歳、もう負けられませんね、はい、そうですね、自分でなんか若手だなと思ってたら、あっという間に後輩が来て、スポーツの世界はどこも若返りが非常に早いですからね。そうですね。今年の目標はどうですか？そうですね、今年はまだ1回も勝ってないんでね、まあ、後半頑張って勝ちたいなと思ってますけど、はい、そうですか、はい、行きますか。川崎さん、はい、本間さんのそのレースの特徴、どういう、レーススタイルの選手だと言ったらいいんでしょうか？まあ、結構攻撃型ですね、自分ではどうですか？そうですね、なんか競り合い、競ってる時が一番好きですね。そうですか、はい、競り合いの中で一番のライバルは誰ですか？そうですね、まあ、目標としてるライダーはジョン選手みたいな、はい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 、ジョン個人好きですね、個人好きね、はいはい、日本では、日本ではそうですね、岡田君とか、まあ、みんながライバルですね、うん、やっぱりちょっとでも気抜くとみんな抜いちゃうんで。やはりもう平さんぐらいになりますとライバルとは言えませんね。ああ、もう全然全然。どうですか、神様ですか？そうですね、そうですか、まあ、それだけの平さんがこの8時間耐久でね、はい、30数歳頑張っているわけですが、はい、あなたもいずれこの8時間耐久に出場してくる時期もあるかと思いますが、はい、今日はたっぷりと見て、はい、そしてまた次回自分自身のライディング頑張ってくださいね、はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。今日は全日本の250クラスで活躍していらっしゃいますヤマハの本間選手に、今来ていただいたところです。そういう
本間さんの話を、聞きながら大先輩の21番パイラ、そしてローソン組、この2人のペアのマシンが快走を続けています。現在乗っていますのはエディローソンです。さあ5時を回りました。ゴールまであと2時間30分を切りましたね。11時30分にスタートが切られました。今年の鈴鹿8時間耐久ロードレース、夕日もかなり西に傾いてきて、ゴールまでもうあとわずかと言いたくなるぐらいの時間に差し掛かってきました。まもなく5時2分になろうとしています。第2位で追い上げているのがサロンビエラ組です。しかしながら2ラップの差がついていまして、なかなかその差を急激に縮めることはできないでいます。そうですね、テック2番ジムも、はい、何もなかったら追いつくのは無理ですね。そうですか、何もなかったら無理ですね。何もなかったらね、しかしこれまで平選手はですね、こういうことを言うと不吉な言葉として怒られそうですがね、88年は残り11分でリタイアがありましたね。85年はトップを走っていて残り35分でトラブルでしたね。確かにレースっていうのは、ゴールするまでわからないっていうのは、はい、まあレースですけどね。そうですね。さて鈴鹿サーキットは少し風も出てきました。空は曇り空、西日が強く差し込んでいます。ここで台風関係のニュースをお伝えすることにします。中型で強い台風8号は今日午後3時には小笠原諸島の父島の南東の海上にあって、ゆっくりとした速さで北へ、つまり本州に向かって進んでおり、小笠原諸島では今夜半から暴風域に入る見込みで注意が必要です。中心の気圧は945ミリバール、中心付近の最大風速は45メートルで、中心から半径200キロ以内では風速25メートル以上の暴風になっています。また中心から半径350キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。小笠原諸島は今日の夕方から風速15メートル以上の暴風域に、また夜半過ぎからは風速25メートル以上の暴風域に入る見通しです。また今日の夕方から断続的に1時間に30ミリから50ミリの強い雨が降る恐れがあって、明日の昼頃までの雨量は150ミリから200ミリに達する見込みです。小笠原諸島から八丈島方面までの海上は今夜から大しけとなりますので、厳重な警戒が必要です。以上、台風8号関係のニュースをお伝えしました。川崎さん、はい、鈴鹿サーキットはまだ台風8号の区域からははるかに離れていますのでね、はい、影響はありませんが、しかし西に少し日が傾いてきてから風も多少出てきたようですね。さあ、それでは142ラップを終了した時点での順位を確認してみることにしましょう。1位はヤマハのマシンです。平ローソン組、5時間30分5秒434経過した段階です。そして第2位は16番のホンダのマシン、宮崎大島組です。第3位は1番、徐々に上がってきましたが、これは142ラップでの結果です。またここで今見ていますと順位が少し入れ替わってますか。3位は1番のサロンビエラ組です。そして4位が17番の永井加藤組です。5位は31番です町井藤原組です。6位は12番の鈴木のマシーン、ダグポーレン、ミゲール・デュハメル組が第6位という展開です。ちょっと2位3位のあたりがさっきまで違ったんですかね、状況がね、この放送席では把握できないような状態です。それだけ21番の平エディローソン組がもう飛ばしてましてね、もう優勝がこのままいけば 100% 固いという状況です。現在はエディローソンが21番のこのマシンをライディングしています。エディローソンといいますと世界グランプリでも活躍している世界的な GP ライダーですが、今年は
川崎さん、はい、第2戦でしたか、予選で転倒してくるぶし骨折、この時はシュワンツも転倒して手首